はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、本日の冒頭発言はございません。それでは幹事の時事通信から一問お願いします。NTT 法見直しの関連で、自民党の PT の提言が先週まとまりました。25年の通常国会をめどに、NTT 法を廃止することを柱とする内容で、来年の通常国会では研究成果開示義務の規定を廃止する法改正も求めています。大臣の受け止めと今後の対応について、また大臣昨日総理とこの件で面会した後に研究成果の開示について、法改正またですね、できる範囲について第一段階として進めるという趣旨のお話をされていたようですけれども、今後の進め方、時期のめどについてもお願いいたします。はい、先週開催されました自民党の PT におきまして、 NTT 法のあり方に関する提言集が了承されまして、今後党内手続きを経て取りまとめられる予定と承知いたしております。提言案では必要な措置を2段階で行うことを求めていると承知しておりまして、審議会におきましても早期に方向性が得られたものにつきましては、速やかに取り組むことが必要とされていることいますことから、総務省としましては審議会での検討を加速させまして、必要な対応を進めてまいりたいと思います。現在、原則開示の運用がされております NTT 法の研究成果の普及義務でありますけれども、審議会におきまして、まずはこの運用を早急に見直すことで一定の方向性が得られておりますが、さらに普及責務自体のあり方についても議論を行っているところでございます。総務省としましては、審議会のご議論や自民党の提言が取りまとめられれば、それらを踏まえつつ具体的な進め方や時期について適切に判断をしていきたいと考えております。次から以上です。各社お願いします。すいません、 TBS テレビの経済部の蓮井と申します。はい、今の関連で NTT 法の関連で、はい、昨日かな、はい、NTT 以外の大手3社が、反対、廃止には反対するという会見を改めて開かれましたけれども、この中でその NTT 法に書かれている条文、例えばまあドコモと東西の統合の廃止、統合禁止などを事業法に付記して、NTT 法を廃止していくという形であれば、そもそも廃止は必要ないのではないかといった議論もありましたけれども、大臣としてのお考え。はい、昨日 NTT 以外の通信各社や、自治体など181社の連名で NTT 法の見直しに関する意見表明をされたことは承知をいたしております。これはですね、公正な競争環境の確保や、地方でのユニバーサルサービスの確保などについて十分考慮した慎重な政策論議を行うことを要望されたものと受け止めております。総務省としましては、必要な規律をしっかり担保するための議論が重要だと考えておりまして、情報通信審議会において引き続き、関係事業者や団体など幅広くさまざまなご意見を伺いながら、丁寧に検討していきたいと思っております。以上です。その3社はオープンな場での開かれた議論、もう少しゆっくりとした丁寧な議論を求めたいとも言ってましたけれども、総務省として、そういう場、NTT も含めた通信事業者同士で開かれた場での議論を設置する考えというのはお考えありますでしょうか。それがまさに情報通信審議会でございまして、そこの場におきまして関係事業者団体がさまざま幅広く意見を伺いながら進めていきたいと思っています。朝日新聞の松本と言います。先ほどの NTT 法の質問に絡んでなんですけれども、確認なんですが、来年の通常国会にてその、研究効果の開示義務を撤廃をする方向で法改正をするという理解でよろしいのかということと、あと自民党の提言の中には不足に25年の、NTT 法の廃止を明記するということも記されたと思うんですけれども、そちらについてはどのように対応するお考えなのかお願いいたします。まず現在のですね、研究成果の普及責務でありますが、これについては審議会でも随分話が進んでおりまして、それについては来年の方に触れたいというふうに思っておりますが、まだこれはもちろん決定ではありませんが、そういう方向だと思います。それからもう1点ですね、廃止云々という言葉がありましたけれども、それについてはいわゆる前も答弁しましたように、いわゆるその通信事業法とですね、あと、外為法等々で担保ができればいいんですが、その議論がまだまだ十分ではありませんから、それをしっかり踏まえた上での議論になると思います。はい、よろしいでしょうか。はい、
その前段のですね、開示義務について来年の大臣、大変恐縮なんです、もう一度こうお答えいただけますでしょうか。来年の通常国会でどのようにされたいというおつもりがあるのか、改めてお願いします。来年のまずですね、普及研究成果の普及義務であ責務でありますが、これについてはまずこの運用をですね、早急に見直すことで一定の方向性を得られておりますので、またそれにさらに普及責務自体のあり方についても今議論されている最中でありますが、来年の法案についてはですね、それはまとまった段階では法案に書き込むことになろうかと思いますが、それはまだまだ決定で、いわゆる今イメージできるものではありません。よろしいですか。はい、ではありがとうございました。